鉄道ライトトーク。今回は近鉄2万百景青空1993年の記録です。近鉄1993年の思い出。近鉄の高安車庫を見学しながら2万百景の青空の場所に向かいました。車庫内が広くいろいろなものが撮影できました。この後順次公開してまいりますので、どうぞご覧になってください。ではどうぞ。当時の私は鉄道友の会阪神支部に入会していました。鉄道友の会では年に数回の鉄道会社への撮影会もしくは乗車イベントなどがあります。2023年現在は所属していないので分かりませんが、当時はいろいろのイベントがありました。今回は近鉄2万百景青空最後の撮影会という形だったと思います。この当時ですね、この当時の5年前ぐらいからですね、旧車状態で残っていたこの近鉄2万百景青空のですね、高安車庫でですね、留置されていたこの姿を撮影するという企画でした。まあ今回ですね、ボロボロの状態でですね、撮影会だったんですけども、私にとってはですね、この近鉄2万百景青空をですね、肉眼で見た最初で最後の日になりました。もともとですね、模型のエンドウですか、模型のエンドウの N ゲージですね、近鉄2万百景をですね、ちょっと以前持って行ってまして、今はもうちょっと売却してないんですけども、
この当時ですね、特徴ある車両でですね、出来が、模型も出来は良かったんですけども、特徴のある車両だったんで、一度は乗ってみたいと思っていたんですけども、結局、一度も乗ることもなくですね、今回の撮影会もですね、車内に入ることはできなかったので、車内に入ることもできず、そのまま終わってしまいました。そうですね、全く、乗車することも、中入ることもなく、廃車になってしまいましたね。非常に残念だなと思います。ここでですね、簡単にこの近鉄2100系の青空についての紹介なんですけども、1962年にですね、世界初のオール2階建て電車として登場しました。ビスタのカーのロゴも入っているのですが、特急車というよりですね、修学旅行用ですね、団体列車として使用されました。3両固定編成でですね、5本の15両が製造されました。その登場の翌年1963年には、鉄道友の会でですね、このブルーリボン賞も受賞しております。当時からですね、人気のあった車両だということを、当時から人気があったということがよくわかるこの記録になってますね。登場当初はですね、インターネットのちょっと記事で調べたんですけども、臨時特急として使用されたこともあるようなんです。当時は室内のですね、この修学旅行用団体のためですね、座席がですね、3人掛けと2人掛けのシートになってまして、特急で売り出した時は3人掛けのとこを2人用で販売し、2人掛けのとこを1人用で販売したっていう、広々として使えたようなんですけども、固定クロスなんでですね、リクライニングをしない特急車だったんで、これがどうかなっていう部分もあったと思います。そして、夏場はですね、この冷房もついたり、一応ですね、車両のこの紹介の中では、冷風機ということでですね、外気を取り入れて2度ぐらい温度を下げる小型の冷風機がついててっていうことが書いてあるんですけども、どうも夏場はですね、もう暑苦しい車内だったようで、夏場の乗車にはちょっとかなり苦労したみたいですね。そのせいもありましてですね、末期にはですね、冷房装置がないということでですね、2100系の青空はですね、夏は不向きということで、青空2ですね、18200系の特急車ですか、これを改造してですね、青空2ということで登場してですね、それと同時にほぼこの、青空の方ですね、2100系の青空の方は引退していったようです。1989年頃にどうも引退してですね、そのまま1編成がですね、こうずっとこの高安車庫に放置されてたみたいで、放置っていうか留置されていたので、その最後の姿ということで、友の会でこの卒業会になりました。ところがですね、この後ですね、近鉄、東京2000両ですか、2000両突破記念かなんかのイベントでですね、この青空をですね、また復元して、きれいにお化粧直ししてですね、もう一度さよなら運転して、最後、こう、花道を飾ったっていう記録がなってるんですけども、残念ながら私はですね、その記録をですね、撮影も見に行くことも乗りに行くこともなかったので、今回のですね、この撮影が、近鉄2100系青空のですね、最初で最後の記録となっています。最後までご視聴ありがとうございます。応援のいいねボタンもよろしく。チャンネル登録まだの方は登録の方もよろしくお願いします。ではまた。